わかんないなもう、あそこはもうコースがすごいよ。危なかった。いいよ。ギリギリ。あ、キックは大丈夫？いや、全然バラフに入って。大丈夫かな？先生、先生。大丈夫。ピッチングで打ちます。今完璧でしたね。バーディーお願いします。3バーディーなれなかったね。3人バーディーね。俺が外しちゃったから。私ラックでしょ。ゴー！来た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 ！ナイス、完璧。あ、もうど真ん中、ど真ん中。大丈夫、大丈夫。うん、まあまあまあ、右寄りだけど。結果はいいです。おお、当たってきたね。当たってきました。今、ね、一挙一ね。よかった。当たってきたね。起きてきました。やっと。あ、右だ。あー。右帯ですかね。いや、もちろん帯はなかったよ。5番でね。バンカー入ったらやだな。ヘイ。そう。ナイス。ナイス。でも手前。手前。十分。バーディーチャンス今度。乗せて。寄せて。ちょっと本気を出してきたね、本気を。だいぶなんか足がフラフラしなくなってきました。誰が？やばい。ペース的にはどう？大丈夫です。ちょっと左引っ掛けたけど。オッケー。何が当たりそうだな。70ヤード。ない完璧。いけ。あー、今ね。来た。ナイスバーディー。バーディー。ナイスバーディー。ありがとうございます。当たれ。同じこと。あ、大丈夫だ。あ、まだ残る。あ、OK。残った、残った。ピッチングで90弱。ナイス。完璧だね。入っちゃえ。いい感じです。はい、5。打っちゃったかもしんない。これは打ったね。ほら、ナイス。そうだったから、ありましたね、昔やっぱり懐かしいなってこう、そうですね、もう、え、我々、え、もう34年34年ですね。
だからね、幸男はね、どうかあれだか、俺はね、絶対忘れもしないんだよね、はい、だから幸男と同級生の清原桑田だったじゃん。そうです、はい、あの時、はい、うん、それでもうね、清原はジャイアンツ行きたいって言ってるわけ、はい、で桑田は早稲田に行くって、そうですね、大学で進学する予定だったんですけど、うん、そうそうそう、裏を返せばジャイアンツが進学してあったんだよね。あの時にこう、俺は中日か日本ハムかってこう言われてた、はい、そして清原を外したら、はい、ホンダの広瀬を1位で行くってもう言われてたから、はい、うん、そしたらいきなり桑田が噂だ、ああジャイアンツ、ジャイアンツ、はい、そしたらもう泣いてる清原しかブランコ歌って映ってない、そうですね、もう俺いよいよ俺の順番だったの、はい、こうして俺は中日行きたかったんだけど、あの時先に日本ハムが俺を引いちゃって、はい、俺だってあの時泣いてたんですよそうだったんですか。そうだから、あの時涙のドラフトってね、清原がでしょ、広瀬さんも涙のドラフトだったんですね。そしたら幸男が3位でね、はい、僕3位だったんですね。俺であの記者会見覚えてるも同じショートでね、はい、あの時幸男 なんて言ったか覚えてる。え、でしょ、俺は覚えてるよ。僕言ったことそうそうそう、だから幸男がの同じショートのまず広瀬さんに、はい、追いついてって言われて、俺は偉そうに大学社会人でしたから、まあ来年即戦力ですねなんて言ったら、あっという間に幸男に抜かれちゃったそんなことないですよ本当に、そんな思い出ありますね。そうだったんですね、俺がね、三十数年経ってもう2000本迷宮会だもん。ね、俺の場合はさ、字が違うんだよ、もう迷宮会ちょっと迷っちゃったうまいですね、うまい今はそんな思い出があります、はい、でもね、今年のドラフト、まあ、佐々木投手をね、取るのが、まあ、外れましたけど、まあ、でも社会人で即戦力左の先発いないんで、うんうんうん、一応かったんじゃないですかね。まあそう思うね、まあ、若い選手も期待したいですね、うん、はい、頑張ってください、はい、45で143ですね。あと打ち上げがちょっとあるぐらいですか。あとフォロー気味、右後ろからも少しフォロー。バインディティー。ああ。まだ右手た。えい。ああ。でもこっちってこっちのホールだけですかね。ああそうかもしれない。インとアウト、なるほどね、うん、バラバラだもんね、うん、私はちょっと戻ってきているんですけど、うん、最初のねボギー、トリがちょっとでかかったですね、うん、完璧、OK、フェアウェイ、フェアウェイ、フェアウェイ、もう真ん中です。うわあ、飛び過ぎ。おっしゃ、この上、右側ね。そうですね。ボギー。よいしょ。あとは、フェアウェイにいることを祈る。祈る。うん、ラフかもしれん。多分ドラコン取れました。決めに打って後ろ上から戻します。16でしょ。打ち上げ90。あ、また右だ。もう一緒いかない。あ、ラフにやられた。ちょっと届いて。
しよしよしよし。ミスがすごいから合うみたいな。パターって本当大事ですよね。パターは大事だよね。あれが入るとね、多分すごいいいんですけどね。スリーパッドしないんだよ。スリーパッドだって私 2,3 回やってますね。そうなんですよ。オーバーディーダボ。ショートもダボ。あのね、まさかの OB が。すごい、めちゃくちゃうまい。普通にアンダーですよ。リンゴルフオープンニュースのお時間です。11月25日ですねは兵庫県の ABC ゴルフクラブで開催されます。ゴルゴルゴルピアがやってきますのでぜひ皆さん応募してください。続いて12月5日太平洋クラブ御殿場ウエスト、こちらも毎回好評の100切り応援会場でございます。年内ラストは12月14日土曜日徳島県で J クラシックゴルフクラブですね、うんうん、初めて四国へ上陸します、うん、おお。来てください。お待ちしております、はい、待ってます。バイバーイ。